3時のドリル。さあ時刻は3時を回りました。ここから番組を聞き始めたリスナーの皆さん、こんにちは。 SBS ラジオ午後ボラ明け、パーソナリティ山田モンドです。さあここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間、3時のドリルのコーナーです。毎日この時間に一緒に学んでいきましょう。今日の先生はこの方、静岡新聞ニュースセンターの市川雄一さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。市川さんもお忙しいらしくて、はい、ちょっと今仕事の方が立て込んでおりましてですね、今日ちょっと台本中がテーマを用意できなかったんですけど、いやいや、もう選挙もありますからね、はいはい、ちょっと急な選挙でちょっと立て込んでますね、はい、そんな中市川さん、今日はあのニッチな特技っていう、はい、テーマでやってて、なんか皆さんポキポキ指を鳴らせるな。あー、特技ってどういうあれですかね。なんかお弁当にぎゅうぎゅうになんか、はい、おかず詰められるとか特技なのとかね、はい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 、あと落とした小銭が何の、うん、何円か分かるとかね、はい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 、市川さん、はい、こういうちょっとなんか役に立つか立たないか分からないような特技があったりします？もう今はやってないんですけど、昔やっぱ若い頃って、うん、こうお酒飲む機会とか若い人であるじゃないですか、そういう時の、まあ、ネタじゃないんですけど、うん、こうまあ、本当に今セクハラって言われてもう時効と言ってほしいんですけど、女性の、うん、見ただけで女性の体重を当てるっていう。うわー、今なかなかできませんね。できないです。だから昔それ本当に当たったんですか？ほぼ当たってました、ね、マジっすか。だから特技と言っていい。それは特技ですね、はいはい、今はちょっとやれない。今はもう封印してます、はい、てここ10年以上封印してます。もう市川さんの時は封印されちゃった、はい、ということでございまして、はい、さあ今日は市川さんとですね、あの静岡トピックスといいますか、ちょっと僕が普段から疑問に思ってることだったりとか、はいはい、ちょっと今の世の中で気になるニュースだったりとか、はい、そういったところをちょっと市川さんにいろいろ質問していきたいなと思いまして、はいはい、お願いします。ちょっとまあこれ先週のおさらいにもなるんですけども、ね、はいはい、市川さん、はい、先週橋本さんにも伺ったんですが、うんうん、自民党の新総裁が決まって、うん、石破さんになって、はい、で総理大臣になったわけですよ、ね、うん、それで僕が石破さんだったら、はい、まだ任期もあるんだから、うん、解散選挙なんかやらないで、はい、自分がこう総理だって言って、うん、自分のやりたいことをやっていくのに、はいはいはい、なぜこのタイミングで選挙をやるのか、解散して選挙をやるのかっていう、ちょっと改めて市川さんも教えていただきたいと思うんですけど、はい、まあ、解散っていうのは基本的には総理大臣が解散しますよっていうか、うん、野党が内閣不信任案を可決する、うん、この二択なんですよね、はいはい、でまあその首相の専権事項とも言われていて、解散権っていうのはものすごく重いもの、うん、まあこれが憲法違反だっていう議論もあるんですけど、うん、でかつてですね、追い込まれ解散って聞いたことないですか？あ、聞いたことある。追い込まれてる。衆議院の任期って4年なんですよ、で、まあ、解散してその衆議院、うん、新しい、まあ、衆議院議員になって、うん、そこから任期が4年始まるんですけど、うん、その4年のうちに必ず解散または任期満了に伴う選挙をしなきゃいけない、で今まで任期満了に伴う選挙って過去1回ぐらいしかやったことなくて、ほとんどがまあ解散で4年のうちに解散してるんですね、はい、で平均2年ちょっとぐらいなんですよ、その任期でいうと、そのぐらいまあ解散してるんですけど、かつて麻生総理がですね、はい、解散の時期を見余って、うん、その任期もギリギリまでこうやって追い込まれて解散してしまう、そして選挙に負けるってことがあって、うん、っていうのはやっぱりその解散のタイミングで選挙に勝つっていうタイミングが一番ベストですよね、はい、でこのタイミングが何かって言ったら、まあ、その解散を打つのは与党ですから、うん、与党の人気が高まっている時、うん、または野党が人気がなくて準備ができてない状態、うん、この2つの状態が一番マッチした時に解散するのがまあベストなんですよ。解散もやっぱそういう戦略なわけですね。完全にタイミングを測るっていう、はい、でその実はその前の岸田首相っていうのは、もうその自分が総裁になった直後に、うんうんうん、実は、まあ、あれはほとんど任期が終わりそうだったんで、まあ、やらざるを得なかったんですが、うん、もうすぐにやっていて、今回の石破さんもまあ総理大臣になって、今モノさんもなんでまだじっくりやればいいのにと思われたと思うんですけど、うん、過去にも振り返っても、うん、その総理大臣ってなった瞬間が一番支持率で高い、これご祝儀相場って言われるんですけど、やっぱ期待感ですよね。ご祝儀相場、ご祝儀相場、まあ、期待がやっぱり、まあ、石破さんなんか特に今までこう正論を言ってこられて、まあ、党内野党なんかも言われたけど、まあ、言ってることはまあ正しいよね、だけどじゃあ実際それがやれるのっていうところの、まあ、不安と期待っていうのが織り交ぜになって、まあ、今回も 50% 超えてきたんですよ、はい、その前の岸田さんは 20% ぐらいだったんで、まあ、ポイント、まあ
実は成り立てとしては意外と低かったんですよね。石破さんもっと上がるかなと思ったんだけど、ね、52% ぐらいだったんで、はい、ただこのタイミングでどん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 やっぱり下がっていくことがやっぱり基本的には多いんですよ。悲しいかな、悲しいかな。だから、ね、なんでこの一番ご主義相場で一番人気が高まっている、まあ、フレッシュ感みたいなところで解散を打って、で特に石破さんというのは党内基盤がない方なんで、ええ、でそのやっぱりその国民への人気とか、うん、選挙に勝つっていうところで自分のこう党内基盤を高めていくっていう狙いがあるんで、まあ、ここで選挙で勝つっていうところで石破首相っていうのがこれがこの後長期政権に持っていくためにはそれが必要だっていうところなんですよね。今までの首相で、はい、政権で、うん、こう支持率がどん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 上がっていって、はい、一番いいところで解散してっていうのがあったんですか？小泉純一郎さん、はい、新庄さんのお父さんなんかはまさにそのパターン。あの時多分小泉純一郎さんの支持率が 70-80% ぐらいあったと思うんですけど、そんなにあったんですか？あれ優先解散です。ああ、優先解散、自民党をぶっ壊すと言って、実際にまあ今回も似たようなことが起きてますけれども、公認しないというその優先民営化に反対する議員は、はい、それでまあ今回あの大臣になられた木内実さんなんかは実は公認されずに失格とされる、あの女性誰でしたっけ、資格として送られて、片山さつきさん、はい、で負けて、で4年間浪人するっていう浮き目に回ってるんですけれども、あ、浜松今回、ね、大臣になられた木内稔さん、あれ方はあの郵政選挙で敗れてるんですよ、資格送られて。静岡7区でしたっけ？静岡7区 ですよね、はい、そんなこともあって、あの時って自民党が大勝した時、まあ、その時にその選挙に勝った人は小泉チルドレンって言われて、もう大量にこう新人議員が増えたっていう年だったんですけど、はあ、そういう流れがあった、流れがありましたね。だから今回はその石破さんもそのぐらい派手にやるのかなと思ったんですけど、うんうんうん、実はその、まあ、先週ぐらいに裏金議員全部公認しますよみたいな報道が流れて、うん、石破さんへの期待感というのが急速にしぼんだんですよね、うんうんうん、まあ、そんなこともあって実は日曜日、昨日ですよね、昨日になって、まあ、裏金議員の特に処分が重かった人は公認しないよと、うん、さらにはまあ、いわゆる重複立候補ですね、うんうん、比例代表の重複立候補の名簿に載せませんよっていうのを昨日発表して、うん、またちょっと今日、ガタガタ揉めてますね、ガタガタしてるんですが、はい、でもこれは支持率は多少上がると思いますね、この姿勢はね。あ、そうですか、はい、じゃあ選挙に有利になって、選挙に有利になっていくとは思うんですけど、は、はい、いや、とてもよく分かりました、はい、もう一つちょっと選挙関連で聞きたいことがありまして、無所属についてなんですけども、はいはい、うん、その、まあ、どっかに所属する、自民党でもいいんですけどね、所属して選挙に出るのと、はい、無所属で出る方いらっしゃるじゃないですか、うん、はいはい、あれは無所属で出るメリット、デメリットってあるんですか？うんうん、デメリットはめちゃめちゃありますね。デメリットは、デメリットがある、基本的に今回、まあ、選挙の種類によっても違うんですけど、例えば、はいはいはい、市長選とか知事選ってほとんど無所属です、基本的には、はいはい、知事選市長選で党の公認で出る方っていうのはほとんどいないですね、うんうん、っていうのは、まあ、市長とか知事っていうのはやっぱりいろんな意見をこう聞いて、うんうんうん、それでこう政治を司る立場なんで、はい、まあ、それはまあいろんなところから応援されてっていう形を取るんで、基本的に無所属で出るんです、はい、ただ衆院選の場合は基本的には国政選択選挙と言われて、はい、いわゆるこう国のトップ、うん、総理大臣をまあ選ぶ選挙でもあるんですよね、うんうん、はい、衆議院議員選挙っていうのは、はい、となるとやっぱりその議員内閣制なんで、うん、政党に所属している人じゃないと、うん、まあ、多数派を形成できないんで、うん、そもそも無所属の人に入れても、うん、国会で多数派にはならないじゃないですか。そうするとその総理大臣を選ぶ選挙にはならないですよね。意味がない、意味がないんですよ、うん、だからまあそういう意味では基本的には衆院議員選挙っていうのは、まあ、政党個人の選挙区、うん、小選挙区っていう個人になるんですが、うん、小選挙区の中では一つの政党には一人しか必ず出ないんで、うん、政党選択選挙でもあるんですよ、衆議院っていうのは。なんでまあその中ででも今の政党は誰も信用できないから、はい、無所属を人を選ぶって選択ももちろんあると思うんですが、ただ無所属議員っていうのはまあ今の国会にもいますよ、うん、例えば静岡県で言えば参院議員の今パッとその名前が出てこないですけど、女性の方がいらっしゃるんですが、そういう方も無所属で活躍している方もいるんですが、質問時間が短かったり、あ、そういう無所属もちろんそうですがあったり、例えばじゃあその自民党だったらいわゆる行政に関わる、いわゆる財務省とか、そういうその行政の役割を得られるんですが、そういった
役も得られなかったりするんで、無所属議員であると、まあ、いわゆる力が、行政に対する力がなかったりするんで、自民党の議員だからこそ行政に対するものを言えるみたいなところもあるし、はあ、だから、まあ、お笑いで言うと、はい、フリーで行くよりも吉本入ってた方が、まあ、そうです、大企業をバックにいた方が権力はありますよね。はあ、はい、でもこう選挙を投票する側からすると、はい、自民党はやっぱし、うん、ちょっと信用できないなとか、うんうんうん、いやでもな維新でもなとかいろいろ迷う中、はい、無所属だったらっていうのもありますよね、はい、こう、まあ、投票があってしては、まあ、あるとは思いますけど、まあ、今回も衆院議員選挙も今月すぐもう来週には公示になりますけれども、多分見ていただくと、無所属の衆院議員ってほとんどいないんです、うん、やっぱり候補者の中に大体 どこらかしらの政党には入ってる方がほとんどですね。無所属議員の立候補の方が圧倒的に少ないと。あ、だから今回でいうと、あのいわゆる自民党が公認しませんよっていう話をしている方っていうのは、うん、まあ、無所属で出るってことにはなるんですけど、ええ、ただそこにこの郵政選挙みたいに自民党が資格として自民党の候補を立てるわけじゃないんで、その自民党が公認しないとされる選挙区は、うん、いわゆる自民党候補がいないっていう選挙区になっちゃうんですよね、うんうんうん、それはそれで有権者としては、じゃあ誰を選べばいいの、なるほど、っていうふうになってしまうと思うんですけど、まあ、だから無所属っていうのはそういういろいろ難しいところがありますね。あとこう、はい、選挙を受かってから所属するっていうことも、うん、方もね、まあ、よくあります、よくありますよね、うん、今回の裏金で非公認になった方も、うん、おそらく選挙突破してくれば、はい、自民党にまあ、最終的には戻るんじゃないかと思いますけどね。なるほど、それもあるわけですね、はい、もう一つ聞かせてください、はいはいはい、まあ、物価上昇で大変ですよね、うん、ある飲食店の方に、はい、まあ、国から賃金上げろというふうに言われてるけども、はい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 、いやこっちも大変で賃金上げられないよというふうに言ってて、うん、はい、そんな中僕ら我々の、まあ、一般市民の、うん、こうお金を使う中で、うん、一番近い税金って消費税じゃないですか、はい、そうですね、消費税こんだけ物価上がってるんだから消費税下げるって選択肢はないんですか、うんうん、まあ、なくはないと思うんですが、ええ、実は今消費税を、うん、そうもう下げましょうよって主張している政党が意外となくて、ええ、まあ、令和新選組かなんかが言ってますかね、あのいわゆるあんま少数政党しか主張してないんですが、ええ、やっぱり税金は今の水準では必要だし、うん、今財政があまり日本もそんなに良くないんですよね、ええ、借金がずっと膨らんでるっていう、ええ、そういった中でまあ税収は確保しなきゃいけないということになると、うんうん、まあ、消費税をもちろん下げることはできるんですが、うん、消費税下げると別の部分を上げなきゃいけなくなってしまうんですよ、うんうんうん、そうすると所得税であり法人税みたいなものをじゃあ上げるのかっていう議論になってくると、うん、まあ、結構行ってこいっちゃ行ってこいなんですよね。消費税を下げるってそんなに、はい、消費税は一番やっぱ取りやすい税金ではあるんで、その、まあ、財務省なんかは一番こう嫌う、財源がなくなってしまうっていうことで、やっぱでかいんですか、国にとって、国にとってもものすごいでかい額が消費税として入っているんで、うん、だからまあそこを例えば下げることによってものすごい経済が良くなると、うん、いわゆるみんなが物を買うようになりますよっていうような循環があればもちろんいいんですけど、うんうんうん、じゃあ例えばじゃあ今消費税 1% 下がりましたよって言って、じゃあ家買うかとか車買うかってそこまでのムードになるかなっていう疑問はありますね。なんか政治に対して一番最初にこう触れるところって消費税な気がしてて、僕、あ、はいはいはい、税金で取られてる、うんうん、だからそれを下げれば、うん、何でしょう、それこそ支持率も上がるし、消費税下げた、うんうん、こう大臣としてっていうふうに言われる気がするのにな、はい、なんでやっぱみんなそんだけ下げれない理由があるんだろうなとは。まあそうですね、じゃあその代わりじゃあ所得税とか上げますよ、法人税上げますよってなった時に、うん、そのまあ、法人税なんか上げるとなるとやっぱりその国際競争力なんかが下がる経済の、うん、そうした時に経済のこう鈍化が起きたりなんかすると、うん、じゃあその経済政策に対して無策じゃないかっていう批判ももちろんあるでしょうし、やっぱり税金のこう配分どっから取るかっていうのは、もちろん消費税は消費税で欠陥があると思うんですよ、まんべんなく、いわゆるお金持ちもそのいわゆるそのあんまりお金のない方も同じように取られる、うん、まあ、お金持ちの方がいっぱいお金を使うんでいっぱい払ってはいるんですけど、うんうんうん、そういったこういわゆる累進性がないんですよね、所得税と違って、うんうん、それなんで、まあ、そういう批判はあるんですけど、うん、まあ、今の水準だとまだ世界的に見るとそこまで高くないっていう議論もあるんですよね、はいはい、やっぱりそのヨーロッパなんかでいくともっと高かったりするんで、消費税は、うんうんうん、そういった議論からすると、まあ、なかなか今下げるって
多分自民党も立憲民主党も言えないんじゃないかなとは思いますね。それはないわけですね、はい、いや今日はあの僕が気になった、疑問を市川さんにぶつけてもう率直で答えていただくということになりました、はい。まあ、市川さんあの本当に多分選挙のことでいろいろあるでしょうけども、はい、今回 の, じゃああの選挙これから始まる選挙ですけども、うん、我々市川さんすごく選挙のことをね、はいはいはい、選挙に行こうってことをずっと訴えてくれてますけども、はい、我々こう意識すべきことだったりとか、うん、今回の選挙でこう投票にあたって注目すべきポイントだったりとかありますか。はい、今回の選挙って、うん、まあ、石破茂首相が、まあ、就任して初めての選挙になって自民党がすごく大きく変わったよって選挙、うんうん、でまあ争点がやっぱりあまり見当たらないというか、うん、まあ、石破政権の信任するのか、うん、石破政権じゃないのか、まあ、その政治の金の問題についてみんな批判しているんでそれを自民党がしっかりやっているのかどうかとかっていうような争点がいろいろあるんですけど、うん、実はそのよくよく調べてみると、まあ、夫婦別姓先々週に話した夫婦別姓の問題もそうですけど、はいはい、うん、やっぱりこう僕らが日頃生活しているあらゆることに実は争点が潜んでいて、それが結構自民党と立憲民主党で、まあ、もちろん他の政党なんかとやっぱ考えがやっぱ微妙に違うんですよね。それをこれからまあ静岡新聞も選挙報道をこれからまあ今 もう始まってますけれども、はい、政策面についてもこの政党とこの政党はこう違うんだ、うん、こんな問題にも政治のそのいわゆる違いみたいなのがはらんでいるんだというような企画をこれからどんどん展開していくんで、ぜひ静岡新聞をご覧になって、はい、そのまあ、政治選挙のっていうのの選択、うん、どの政党に入れるのかどの人に入れるのかみたいなものを考えてもらいたいなと思いますね、うん、やっぱそこですか。なんか唯一我々がね、はい、こう考えることができるのは選挙ですからね。なかなか機会がないですかね、衆院選挙。そうですね、はいはい、今日勉強になりました。市川さんありがとうございました、はい、今日の先生静岡新聞ニュースセンター市川雄一さんでした。さあこのコーナー3時のドリル聞き直すことができます。 Spotify をはじめとした各配信サービスのポッドキャストに今回も含めて今までのアーカイブ上がっていますからチェックしてみてください。今日の勉強はこれでおしまい。